皆さんトンテキって食べたことあると思うんですけど、トリテキって知ってますか？ちなみに僕は3万回ぐらい食べたことがあるんですけれども、一度食べたら豚肉にはもう戻れない、そのくらい個人的には美味しいです。最低限の油で蒸し焼きにするイメージで、鶏胸肉の皮も取っているのでとってもヘルシーで高タンパク、罪悪感なく食べることができます。片栗粉でしっかりとコーティングすることによって鶏胸肉の中の水分を逃がさず、しっとりジューシーに柔らかく仕上がります。ニンニクの香りがついたオリーブオイルで蒸し焼きにすることで香りもよく仕上がります。ちなみにトンテキ感を出すために切り込み入れたんですけれども、これ別に入れなくてもいいような気がします。はい、ということであっという間に完成しました。最後にニンニクチップを乗せて完成です。とっても簡単で美味しく、やみつきになること間違いなし。ぜひ皆さん作ってみてください。